横浜ドライチ、渡来隆輝、夢は史上初4割打者。 DeNA にドラフト1位で指名された渡来隆輝外野手、21が22日横浜市内のホテルで入団交渉し、契約金1億円、年俸1600万円で仮契約。新調した人気ブランドトルネードマートのスーツ姿で打率4割を目標に上げた。目標を聞かれると大口になるかもしれないが、目標は高く史上初の打率4割。昨冬からエネオスで指導するイチローさんから刺激を受けた。イチローが無理やったからな。ただコンタクトは良い。立浪お墨付きの渡来、指定打席までバビらせ続けないといけないから、足早くないと難しい。渡来足早くないから4割は無理だよ。記者には渡来父が入団時に4割を掲げてたのを覚えてるし、おらんのか。フリースインガーなんよね。左腕に弱そうな感じは少しした。左投手のスライダーにグルッグルやサード守れて打てるならすごいけど、どうなるかな。それとも無難にライトかな。ホームランはハマスタなら10、15本、一シーズンくらいは20本打てそう。浜の角中や、社会人でですら4割打ってないのに。四球ありえないほど選べない時点で超俊足とかじゃないと4割なんて打てないだろう。お父さんに目標は高く持てと言われてるからでしょう。三振少ないとは言っても四球も少ない早打ちタイプで率が残ってないのに。まずは左投手のスライダー克服戦と、現状だと右投手にしか出せない。中日とロッテがドライツ突っ込んでた野手って時点でフラグ感じるわ。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。